皆さんこんにちは。アトリエ G の絵画空間のチャンネルです。車を走らせること45分、今日は岡山県井原市に来ています。井原市は日本を代表する彫刻家平櫛田中の生まれ故郷です。田中を記念して建てられた井原市立田中美術館の隣に、市民の憩いの場として親しまれている公園、田中園があります。その少し奥まったところに、田中が敬愛してやまなかった初代東京美術学校校長岡倉天心像があります。今日はここで平櫛田中作岡倉天心像を描いてみようと思います。歌舞伎の六代目尾上菊五郎をモデルとした鏡獅子は平櫛田中の代表作です。平櫛田中は激動の明治から昭和を駆け抜け、108歳という天寿を全うした日本を代表する彫刻家です。井原市の田中家に生まれた田中は、後に福山の平櫛家の養子となります。平櫛田中という名前は両家の名前をくっつけてできているようです。田中の作品の多くは井原市立田中美術館に収蔵されていますが、令和2年末より改修工事です。令和5年春リニューアルオープン予定です。詳しくは田中美術館ホームページをご覧ください。
岡倉天心は初代東京美術学校校長として知られていますが、もともとは美術が専門ではなかったようです。英語が得意だった岡倉は、明治維新に来日したアメリカ人フェノロサの助手として日本美術の調査研究を手伝ったのがきっかけで美術の世界に入っていったようです。1886年にフェノロサと共に東欧し、当時のヨーロッパで流行っていたアール・ヌーボーやその元となったジャポニズムの動向などを見聞きする中で、日本画をはじめとする日本独特の芸術文化の推進という考えに至ったようです。ボストン美術館中国日本部長に就任した岡倉は、ボストンと日本を往来する生活を続けながら、茨城県伊豆ら六角堂に居を構え、弟子たちと美術の研究を続けながら、暇を見つけては魚釣りに興じていたようです。その釣り人の姿は平口伝中作伊豆ら超人として残されています。四十五十は花垂れ小僧、六十七十は働き盛り、九十になって迎えが来たら百まで待てと追い返せ。これは NHK 大河ドラマ青天を衝けの主人公渋沢栄一が残した言葉として知られています。これに対抗するように平口伝中は次のような言葉を残しています。六十七十は花垂れ小僧、男盛りは百から百から、わしもこれからこれから。実は渋沢栄一が幕臣として大きな功績を残した最初がこの茨の地だったようです。伝中はそのことを知ってか知らずか、歴史の糸は不思議と絡んでいるようです。また伝中の次の言葉も有名です。今やらねばいつできる、わしがやらねば誰がやる。本当に今を精一杯生きようと思わせてくれる大好きな言葉です。伝中が108歳で亡くなった時、向こう30年分の制作のための材料を持っていたと言われています。そんな伝中の言葉から何度元気をもらったことでしょう。ありがたいことです。
き始めて2時間が経過しました。地元の方々の憩いの場所で、あまり長居はできません。あとはアトリエで細部の表現をしようと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。また来週お会いしましょう。See you next week. Bye bye.